これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうか。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなこと分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。てめえ、やめなよ。全部分かってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト！ほっとけ！そろそろ行くのか。自分で何とかする。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。疲れ
今日の写真一応見る？いや、そんな気分じゃない。悪い。うん、そうだよね。なんだこりゃ。え、これ進める？道が塞がってんじゃねえか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。これでいけそうかも。動かせるか。これか。ちょ、おい止まってんぞ。なんで？こういう場合、予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。おい、ちょっと待て、王様。走んなよ。一人で進むな。何かあった？見つけたか？これだね、鍵って。予備電源は？起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。
ノクト、ちょっと待って。倒しもねえと、ゆっくり機械もいじれねえな。戦うしかないね。そりゃ雑だ。電源…これだ、予備。動くか。やってみて、コードは繋がってる。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。成功か。よし、あともう一つ。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。わかってるし。先に行き過ぎた。開いたか？そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。気遣えって。おい、このまま行って王の墓に入れんのか。なんだよ。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか。やめたいとも思ってるよ。この先も王様優先でどんどん犠牲が出るかもしんねえだろ。俺はもういい。悪いな。さすがにそいつは聞かなかったことにする。開いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえよ。言ってねえし。ここなんか匂う。イグニス、滑んないようにね。
ラディオ。止め。なにこれ。卵か。この後ろに何かありそうだけど。何が出てきた。じゃりゃ。食われただけはやだ。試させてくれ。聞いたか。聞いてるっぽい。あるじゃねえか。これならいけるか。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした。もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。あ、目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが。面倒見らんねえって話じゃねえよ。なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。
俺に合わせろなんて言わない。追いつけないならその時は自分で諦める。どうなんだ王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。わかったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。いらっしゃい。今日はどうした？あいよ、メニューだ。あいよ。また来てくれよ。もうご乗車になりますか？ああ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね、隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって？死なれたら困る。直球だな。うん。